山崎正隆は、千葉県船橋市出身の元プロ野球選手。宇藤右打ち。立船橋高校では当初は内野手であり、1年秋には内野手としてベンチ入りしていたが、2年春に地型の強さを生かして投手へ転向。最速147キロをマークし、岩崎翔との2枚看板として活躍する。3年夏には、背番号10番で、 第89回全国高等学校野球選手権大会に出場。文政芸大附属高校戦では4番に座り、先発のマウンドに登るも、佐藤幸万の前に0から5で、初戦敗退。秋に行われた2007年の高校生ドラフトで、オリックスはファーローズから4巡目指名を受け入団。この際、チームメイトの岩崎は、外れ1巡目指名で福岡ソフトバンクホークスに、 入団している。2008年はファームで9試合登板し、防御率6.08。2009年もファームで23試合登板し、防御率7.26。8月21日の阪神戦では、ウエスタンリーグ初勝利を挙げる。2010年は、大学日本代表隊、NPB フレッシュ選抜に出場し、1回を無失点に抑える。 8月13日に初めての一軍昇格を果たし、翌14日の埼玉西武ライオンズ戦で初登板、1回1、3を投げ3失点を起死する。一軍での登板は1試合にとどまり、以降は再び2軍暮らしとなった。ファームでは19試合登板し、防御率3.45。7冒頭はリーグ1位対。2011年11月9日に戦力外通告を受け、 同年12月2日に育成選手として再契約した。翌2012年10月31日に自由契約となり、12月3日に再契約した。2013年4月1日に BC リーグの福井、ミラクルエレファンツに派遣されることが発表された。当初は6月30日までの予定だったが、チームトップタイの2勝を挙げたことや、先発投手が手薄なチーム事情もあり、 シーズン終了まで派遣期間が延長されることとなった。後期は前期の不振から立ち直り5勝を記録。福井の後期優勝に大きく貢献した。また、個人タイトルでは最多脱三振を受賞。一方で非本塁が失点、自責点もリーグ最多を記録するなど、一発病や大事な場面での失点も多く見られた。10月31日。 育成選手の規約に基づき自由契約公示されたが、12月2日、支配下登録されることが発表された。それに伴い背番号が116から65に変更された。2014年10月1日に球団から戦力外通告を受けた。12月2日、自由契約公示された。プロ野球から離れても草野球にいしんでおり、2019年に南球で 時速 146km を計測している。ありがとうございます。